んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、責められたと感じるのを直すです。責められたと感じることはたくさんあると思いますが、今日はせっかく人が自分の仕事を手伝ってくれているのに、なんだか自分がちゃんとやっていないと責められているように感じるという人のためのものです。このような人は実は心の中でいつも人の仕事を責めています。自分はもっとうまくできるつもりなんです。でもそれは部分だけを見てそう思ってるだけで、自分だって2つの仕事、例えば家事と育児、あるいは家事と外の仕事をしている時にはどこかで不満足な部分が出ておろそかになるでしょう。人も同じなんです。ですから部分でできていないところを見て責めるのは簡単なんです。でもそうやって人を責めるということは、実は自分の劣等感のごまかしなんです。そういうごまかしをせずに自分の不十分な点をちゃんと認めて直していけば、どう責めることもなくなりますね。でもどうしてそれができないかというと、自分が子供の頃に親を責めていたからです。特にお母さんの家事を不十分だと責めていたのでしょう。だから自分ができていないことを認められず、周りを責め、次に自分が責められると感じることになりました。ですから最終的にはお母さんの家事を責めていた自分がお母さんに謝る必要があります。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だったと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはいつも人に責められたと感じているよね。会社でも自分の仕事を誰かがやってくれていると、不十分な仕事を責められている気がするよね。家でも、せっかく夫が家事を手伝ってくれているのに、なんだか責められている気がして、イライラするよね。大人の自分はそれで困っているよ。仕事を手伝ってもらいたいし、家事を手伝ってほしいのに、相手がやってくれていると、逆に責められたと感じて、お礼も言えない。だから気まずくなって、余計に居心地が悪いと感じるよ。手伝ってもらいたいのにもらいたくないという奇妙なことになってしまう。あなたが人に手伝ってもらいながらちゃんとやってないと責められて当てつけをされているように感じているのは、いつも心の中で人を責めているからだよね。人の仕事をこれじゃダメだ、あれじゃダメだと批判している。ちゃんとやっていない、不十分だといつも感じているんだよね。そして子供の頃もお母さんの仕事をあれじゃダメだ、これもダメだと批判していたよね。自分はもっとうまくできる気がしていたよね。大人の自分はあなたに感謝しているよ。あなたは完璧主義だから、ちゃんといろいろ仕事ができるようになったよね。でもまだ本当は自分の仕事だって不十分だってこと知っているんだよね。自分はもっとうまくできるつもりだけど、それはまだ空想の中だよね。自分もちゃんと自分の仕事に満足していないのに、人の仕事ぶりを責めているから自分が責められている気がするんだよね。だからまずあなたが一番最初に責めていたお母さんに謝ろうね。いつも仕事をしてくれているのに批判ばかりしてごめんなさい。家事が下手、不十分と言って責めていてごめんなさい。そして同僚や夫にも謝ろうね。せっかく手伝ってくれているのに、いつも仕事ぶりを責めていてごめんなさい。あなたの仕事を
不十分だと思っていてごめんなさい。本当は自分の仕事が中途半端なことをちゃんと知っています。これからは人の仕事を責めていないで自分の仕事をきちんとやります。頑張ります。大丈夫、大人の自分はあなたが大好きだよ。そうやって常に完璧を目指そうとするあなたが大好きなんだよ。頑張りなさい。